札付き場みたいな、まあね、昔ここ岡山新世界って言われたりとか結構ね有名な場所だったんですけど、若干ね西成州が漂うような、この下にあるんですかね、公園が、公園とか遊園地が。射撃の的みたいな。結構硬い、何かあるぞ。まあ、前回ね何回か行ったことあるんですけど、中島というところに来てますね。まあ一応ここね昔中島遊郭って言われてたんですけど、その昭和のね戦後終わってから、いろいろ規制があって、そういう施設もなくなってしまったっていう場所なんですけど、あの本当に昔岡山新世界って言われたりとか結構ね有名な場所だったんですけど、でね今日はちょっとねその歴史というか昔のその時が止まってるような感じになる場所の一つとしてピックアップしました。というわけでちょっとね、ゆっくりね見ていこうかなと思います。それではスピチューブ始まります。船着き場みたいな、まあね、昔ここ、まあ、今もそうなんですけど、あの島だったんですよね。中島っていうんですけど、西中島と東中島っていう2つの島があって、その、島に遊郭があったということで、その当時この橋はあったと思うんですけど、その船着き場みたいなですよね、完全に。結構ね古い家があったんですけど、さら地になってますね、ほとんど。今残ってんのも、まあ、結構綺麗な家が多いですね。若干ね西成州が漂うような、なんでこの下にあるんですかね、公園が、公園とか遊園地が。そこに書いてありますね、中島問題、対策中西中島。これが気になりますね。なんかお店見っていう話をね聞いたんですけど、3月にできたってことかな。ってことはそれまで全然
橋がなかったっていうことで船でここまで来てた可能性もありますね。射撃の的みたいなのが結構硬いな、これ普通のエアガンじゃ壊れないですね。もしかしたら実弾かもしれない。はい、というわけでスピチューブ終わります。今日はこんな感じでした。やっぱりね、昔ながらの雰囲気があるような、場所かなと思います。で、なんかね、いろいろとやっぱ神社みたいなのがすごい多いんですよね。遊郭跡って結構ね、そういう神社系がものすごく多くて、は
まあ確かにね、ここにあったってことは間違いないので、というわけで今回こんな感じでチューブ終わりたいと思います。それではまたよろしくお願いします。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。